こんばんは。こんばんは皆様。はい、こんばんは。見えてますか？うん、こんばんは。こんばんは。どうもどうも。こんばんは。今日はね、暑かったですから。ちょっとやっぱ太陽の光をね、フィルターにも反映させてみたよ。はい。うん。こんばんは。皆様、集まってくれてありがとうございます。ストレートヘア、そうなんです。今日は美容院に行ってきました。もうね、髪がね、生き返って、本当にね、潤いますね、心も。初めて見に来ました。初めまして、嬉しい。そうなんです、グリッターといえばグリッターしてるんですよ。いや、もうね、そう、こんばんは。いや、もうね、ついに、ついに、ついに明日なんです。明日、タワレコ新宿さんでサードシングルグリッターの発売記念リリースイベントが始まります。いや、ついに明日かっていうね、もう正直楽しみすぎて仕方がありません。ねえ、でも明日のリリーベではミニライブと特典会があるんですけど、ミニライブでのセットリストとかね、そういうのは音楽のプロデューサーさんと一緒に相談して、あの、私の歌いたい曲とかもたくさん入れさせていただいて、とても楽しみなセットリストとなっております。そう、特典会ではあのツーショットチェキもありますので、いや、私はね、ドキドキしてます。声優ですか？声優です。タワレコってどの辺かな？フラッグ新宿、ちょっとね、いや、下手なこと言えない。もし間違って教えちゃったら、みんなが違うところにたどり着いちゃうから下手なこと言えないんだけど、ちょっと一応調べるね。フラックスビル、新宿のフラックスビルっていう建物の9階ですね。みんな新宿よく行きますか？行き慣れてる方もいるのかな？うん。あれ？そっか、26歳一発目のインスタライブなの？あれ？そうだ、そうでした、あ、そうでしたわ。はじめまして、26歳の堀内まりなです。もうね、そうね、でも26歳になって変わったことってあんまないけど、でも26歳になって初めてベッドから落ちて起きるっていうね、ことありました。うん、そうなんですよね。
あ、JR 東南口真横だね。素晴らしい素晴らしい。 JR 東南口真横になります。迷わず皆様来れるといいな。あ、そう、南口の方だ。みんな詳しいね。何曲披露されるか教えていただけますか。それは来てのお楽しみです。それはぜひね、直接、いやー楽しんでほしいな。いやー本当に記念すべきスタートなので、始まりをね、音楽の冒険の始まりをみんなと一緒に楽しめたらいいなと。でも、あのお衣装とかもちょっとすごくね、あのマネージャーさんと一緒に相談して、あ、これかわいいんじゃない、あ、これもかわいいみたいな感じで、ちょっとね、いろいろね、あの作戦を練り練りしながら考えてみたので、楽しみにしててほしいです。楽しみだな。マリナちゃんもしかして布団から落ちたのかしら。いや、あのギリギリ落ちなかったんですよね。ギリギリあのテーブルに頭をぶつけそうになったのを瞬時に刺してってなって、ギリギリ大丈夫でした。でも落ちかけた。ちなみに今日のお衣装は、今日のお衣装はこのちょっとね、やっぱ今日は暑かったので爽やかにいきたいかなと思って、このピンクシャツで、ちょっとこのグリッター意識でも、このキラキラのこのダイヤモンドはあれですね、あの私は誕生日4月なんですけど、なんか4月の誕生石、なんか私の誕生石ってなんかちょっとダイヤモンドらしく、ちょっとそのはい、あの私用のダイヤモンドを作ってもらいました。嘘です。そうね、でもそう、やっぱ直接皆さんと同じ空間でちょっと歌をね、歌えるっていうのは、やっぱ私はすごくやっぱライブがすごく好きなので、皆さんに会えるのがね楽しみです。でも最近はあれなんですよ、TikTok とか YouTube とかにちょっとね弾き語りの動画を出してみたんですけど、みんな見てもらえました？ドキドキ。明日イベント行きます。ありがとうございます。はい、嬉しいな。弾き語り、あ、見てくれましたか、ありがとうございます。ねえ、1曲目、一番最初に出したのは今やってるコナンの映画の主題歌の相思相愛っていう曲を歌わせていただいたんです。そう、愛子さんの。いや、どうですかね。いや、なんか、あ、弾き語りめっちゃ好き。お、よかった。そう、ギターは高校生の頃に、そう、グレイさんの曲を聴いた時にものすごい衝撃を受けて、これはギターができるようになりたいって思って、そっから始めたんですけど、
いやその時はエレキギターで練習してて、エレキってやっぱバンドだからね、仲間がいないとできない、できないっていうかできないことはないんだけど、そういった一人でやるんだったらアコギかなと思ってアコギにシフトチェンジしてやってました。全然まだまだ練習中なので、温かい目で見ていただけたらなって思うんですけど、そうギター弾いてる姿が新鮮すぎた、フルで行きたいですね。お嬉しい。そうね、フルで歌えるように頑張ろう。やっぱ相思相愛、皆さんそりゃ知ってる、知ってますよね。皆さんコナンの映画見ましたか？私はなんか今まであんまりコナンの映画をこう毎年見に行くっていうことはなかったんですけど、今回改めてちゃんと見て、なんかすごいもうコナン君たちが謎を解決していくのに私もこう一緒になって、あ、じゃあ一緒に解決するぞと思って、なんか隣にこうちょこんと座ってるような感覚で見てたんですけど、やっぱだんだん途中からもうコナン君の思考にねついていけなくなっちゃって、さすがにさすがにね、だからもう途中からみんなをこう見守るというか、どういう立ち位置、いや別に見守らなくてもね、映画だから普通に見てればいいだけなんだけどなんかそう見てて、いやなんかねコナン君たちのチームワークがすごいなと思って、なんか謎を解決する能力ももちろんすごいけど、みんなの結束力は何なのと思って、見たよ今年の映画めちゃ好きでした。あ、今年のっていうことはじゃあ結構いろんなシリーズも見られているんですかね。ねえ、なんか今年の映画はやばいっていうのを噂で聞いて、そうこれはいけるんじゃないかと思って、あんまりこう今まで見てなくても分かるっていうのを聞いたから、じゃあ見てみようと思って、今年のコナンの映画もう2回見たくらい大好き。おーねえ、やっぱ何回も見たくなるなって思うんですよね。最初に結末を知ってから見ると逆にこうなんか頭の中が整理されて、真実はいつも一つってね、なんか真実を知れた気になって頭良くなった気がするんですよね、コナン見た後って。でもコナン見た後に近くにディズニーストアがあって、私はすごくディズニーが好きなんで、あ、ちょっと行くかと思って入ったら、ウィッシュの挿入歌の曲が流れてて、で歌詞が考えすぎないでっていう曲だったんですよ。だからあーそっか、私今めっちゃ考えてたわと思って、一旦休むね、ありがとうディズニーと思ってギャップよってなりました。2回目で伏線回収するのも楽しいですよね。ねえ、そうだからなんかミステリーにハマる人の気持ちがちょっと分かったっていうか、うわこれはミステリーやってみたいなって、なんかよくあるじゃないですか、謎解きミステリーみたいな、実際に自分たちが探検していくやつとか、体験できるミステリーのね、謎解きのやつとかちょっと行ってみたいと思って、もうコナン見たならいけるっしょみたいな気持ちに勝手になりましたね。きっとかっこよすぎます、きっとかっこよすぎました、きっとかっこいい、きっとかっこいいきっとの背中に乗ってみたい。あ、なんかねちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけど、だからあんま細かく言えないけど、とにかくキットについていってみたい。コナン君の発想を理解できる人の方が少ないから大丈夫。あ、そうなんですね、よかったよかったよかった。今瞳の中の暗殺者見てた。
コナン？ちょっと調べるよ。ドミノ、あったあった、あ、ほんとだ、あ、映画だ、2000年に出てた映画なんだ。おお、タイムリーね、ありますよね、謎解き。そう、リアル脱出ゲームとか皆さん行ったことあります？ヴィーナスフォート居抜きしたところ、うん、ヴィーナスフォートも好きだな。謎解き大好き、お、結構好きな人多いんだ、なるほどね。ちょっと私もコナン君いっぱい見て勉強しよう。瞳の中のあちゃちゃとベイカー超ベイカー町超名作なので、ぜひ、おー、見てみますね、ありがとうございますね。え、脱出ゲーム一度だけ失敗、おー、一度だけって逆にすごいですね。そっか、いやでもやっぱね、あ、結構ミステリーアニメ好きな人も多いんだな。いやでもやっぱりちょっとアニメといえばやっぱり窓マギやっぱり私は窓マギがすごく好きで、なんか今年新作の映画が冬に公開するんですよ。絶対に見に行かないとと思って。でもこの前新聞でアプリゲームのリリースの告知で一面まどかの紙面があって、それはもう私今自分の部屋に飾ってます。うん、まどかだと思って、もう本当に中二の頃に初めてまどかと出会い、まどかに憧れ、私も魔法少女になれるんじゃないかと、そんな勇気をもらった存在なのでね、みんなもぜひ見て、映画も楽しみっす。お、そう、新作、そう、ぜひ見てください、とってもおすすめなので。いやー、もう、まあ、でも花巻のそうコネクト好きって、もう曲がね本当に素晴らしいんですよね。話ももちろん面白いし、もう最終話なんて号泣なんだけど、でまどかが持ってるソウルジェムっていうねアイテムがあって、もうそれをゲットした時はこれはもう魔法少女だわって思ってました。うん、実質魔法少女みたいなもんには慣れてるよ。お、ありがとうございます。じゃあ明日は魔法少女として歌わせていただくので、見に来てくださる皆さんはちょっと魔法を使うっていう覚悟だけ持って来ていただければと思います。うん、そうね、魔法少年もしくは魔法少女になるぞっていう気持ちだけ持って来ていただいて、はい、それ以外何もその楽しみな心だけ持ってくれば大丈夫なんで、ぜひぜひね、叶えたいことだけ考えてきてくださいね。魔法使って何をしたいか、そう、契約する気持ちでぜひ来てください。はい、じゃあちょっと流れ的に告知いきますね。明日5月25日土曜日の、15時半から、ミニライブ&特典会が始まります。ミニライブは、どなたでも見られますので、ぜひぜひお気軽に遊びに来てください。ライブ前の細かい時間だったりとか、
場所だったりとか、そういうのは私の X とか、あとインスタはストーリーと、あと投稿にも載ってるので、ぜひ、そちらをチェックしていただけたらなと思います。ぜひチェキもね、撮りましょうなかなかないので、ちょっとうわ楽しみだな、楽しみ。本当に皆さんとね、直接会えるのが、楽しみだよ。本当に私はもう歌でこうね、皆さんと一緒に冒険するような、ワクワクするような気持ちを大事に歌っていきたいなと思っているので、リリーベの初日、スタートの日をぜひ一緒に楽しみましょう。はーい、ですね。ツーショットチェキ撮れるの？そうなんです、撮れちゃうんですよ。詳細は私のホームページをいろいろとチェックしていただけたら、参加方法が載っていると思うんですけれども、ツーショット初めて、そうですね、そうね、私の芸歴人生初のツーチェキでしょうか。そう、ツーショットのチェキは初めてかも。いやー、これはちょっと記念すべきでございますな。うん、美容院行ってから来ます。お、ああ、綺麗にしていきますね。素敵です、ありがとうございます。私も皆さんと会うね、会うからちょっと綺麗にしていこうと思って今日行ってきたので、楽しみだな。ねえ、初、楽しみですね、ドキドキですよ。緊張はねしてますやっぱ未だに緊張はね、本当にずっとしちゃうんですよね。いくら何回これまでもこうライブとか本番とかたくさんかな、まあ経験はさせていただいているんですけど、でもいつになっても本番の前とかはやっぱ緊張するので、一緒です、皆さん気持ちは一緒ですでもやっぱり緊張はするけど、でも明日はね、やっぱソロとして歌わせていただく場所だし、皆さんに会えるっていうので楽しみの方が強いかな。うん、小道具とか持ってっていいの？ペンライトとか。あ、ぜひ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 一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。あ、そう、名前もそうです。そう、特典会の内容は、特典券1枚だと、ブロマイドのお渡し、特典券2枚はブロマイドにサインを入れてお渡し、特典券3枚はツーショットチェキ撮影と、撮影したチェキのサインと、宛名と日付を入れさせていただきます。仕事の後で間に合うか確認してみます。おー、ぜひぜひぜひ、お仕事の後に、そっか、明日土曜日だけどお仕事なんですね。ファイトー、ぜひお仕事終わりにパーッと一緒に楽しんじゃいましょう。
3種の神器を持っていかないと。ちょっと待ってね。3種の神器、3種の神器、神器ね。あ、神器とも言うのか。マガタマ、マガタマ、マガタマなら家にないか。あのお土産と彼なんか買ったかなって一瞬思い出そうとしたけどなかった。持ってるんですか。じゃあ持ってきていただいて。あ、うん、そういうこと。あ、3回3得点が3個あるからってことか。盛りだくさんです。埼玉から応援してます。ありがとう、ありがとうございます。いや、そうなんですよ。いや、もう楽しみでしょうがないですな。今から皆さんマガタマ準備できますか。明日は魔法少女になる契約とマガタマ、あと楽しむ気持ち、はい、持ってきていただいて。どんなライブね。そしたらじゃあね、最後にスクショタイムしとこうかなね。あるかな。いや、今日はちょっと小道具がちょっと今日の小道具、目の前にちょっと衣装のあれがあるけど、ちょっとネタバレになっちゃうからな。ちょっとこれ使ってるリップなら目の前にあるんだけどね。最近のおすすめはムチプルティントの06番でーす。あ、みんなびっくりしちゃってますな。じゃあ、じゃあ、魔法、グリッターでいくか。グリッター感でいきます。あ、そう、じゃあキャンメイク。キャンメイクを塗ってる瞬間のスクショでいきます。3、2、1。以上です。皆さん撮れました。あの、今日初めて私のインスタライブを見たよっていう方は、ちょっとあのスクショタイムは必ず、ちょっと私はちょっと止まっていられないという、止めたい気持ちはもちろんあるんですけど、ちょっと動いちゃうので、あの、そこだけちょっとご了承いただいて、で無事撮れたよって方はちょっとまたこの後 X とかインスタとかで、あの、載せていただけたら、チェックしますので、チェックはちょっと言葉がちょっと強いね。見に行きますので、はい。ぜひ載せてください。撮れた。そう。動かなければスクショではない。名言。それでは皆様、今日は少し早いのですが、明日会えるのを楽しみにしておりますので、この辺で終わりたいと思います。じゃあ皆様、明日、15時半から、タワーレコード新宿店さんにてお待ちしております。おやすみ。集まってくれてありがとね。またなー、またな、またなー。